静かに雨が降っていた。あの日、両親が死んだ。病気だった。集まった大人たちは口々に。君は…あなた…え？なぜ…何？ねえ…いや…いいかい？なぜ？それは。そうか。
20年後。その言葉の意味を理解したのは、ずいぶん後になってから。俺がマイラの父親と同じ、イクトモリになってからのことだ。イクトモリは、死者と生者の間を取り持つ、いわば調停者の役割を担っている。ここは鬼人で戦いましょう。カガチ、行ける？問題ない。そっちはマイラに任せる。ありがとう。なあ。もう。だが。はあ。ねえ、もう。
おい。行くつもりよ。え？うん。Yeah!
ッフやっはっ。世界渡りするぞ。変化を見逃さないことね。違いがないか探してみましょう。やっ。長いは危険よ。私の勘は信じた方がいい。世界渡りするぞ。違いがないか探してみましょう。これで進めるな。なんとか片付いたかしら。癒し鋼を使う。回復できれば。
任務も邪魔だな。力を貸してくれ。封印を解く。俺に続け。断ち切る。強い思いが訴えかけてくる。よし。ねえ。それは
人。いや、そんな。何かがありそうね。全てを貫いてみせましょう。覚悟はできているんだろうな。運が悪かったね。私と出会うのじゃ。全てを貫いてみせましょう。頼みます。決める。私が未熟でなければ。障害は排除するのみだ。運が悪かったね。私と出会うなんて。されるわ。回復する。回復できれば。
疲れる。あと少しで倒せるはずよ。力を貸せ。これが私のすべて。とどめの一撃。限界を超える。やるわね。ここだよ。あ、ん、でも、ううん、本当？行きましょう。世界を変えるか。違いがないか探してみましょう。はっ。この調子で行くぞ。なんとか片付いたかしら。行くともりだ。あの、はい。ダメよ。ねえ。おい。ちょっと。いや。ねえ。やっぱり。はあ、本当か。はい。なら。ええ。わかった。はい。いや。はい。それでも。任せろ。はい。待っててね。いいな。
俺がやる。よし。悲しんではいけない。悲しみは死者をためらわせる。ためらえば迷い、迷えば生まれ変わることができない。